どうも、しょちゃんベースへいらっしゃい。今日はですね、第一パンから出ているポケモンパンをたくさん買ってきました。僕がポケモンパンを買うのはもう小学生ぐらいの時だから、15、6年ぶりかな。小6ぐらいまではおそらく買ってたから、それでも12年ぶり購入してきました。甘い気持ちで買いに行ったんですけど、すんごい量出てるんですね。これでもちょっと1個足りないんですよ。値札があるもので物がなかったのが1つだけありました。で、一応ね、お店に行って売ってたのは全て1個ずつ買ってきましたので、今回はこちらを一つ一つ、パンの味はもちろん、どんなシールが出るのかっていうのを皆さんと一緒に懐かしみながらね、楽しんでいけたらなと思います。僕の頃こんなに量あったかな。ちょっと懐かしいパンもね、ちらほらあるんで、そちらも触れていきたいと思います。では最後までご視聴ください。ということで、一番最初は蒸しパンシリーズ。やっぱポケモンパンって言ったら蒸しパンでしょ。ただね、こんなに味のデパートリーがあったかなって感じです。ではご紹介します。ホゲータのミニ蒸しケーキ、いちご味、クワッスのミニ蒸しケーキ、バニラ味、ニャオハのミニ蒸しケーキ、チョコ味。ちなみにバイオレットスカーレット僕やってないんですよ。ホゲータとかね、触れてはいないんですけど、僕がこの3匹からパートナーを選ぶなら、もちろんニャオハです。なのでチョコ味から食べていきたいと思います。こうやってシールが入ってますね。いただきます。うん、ポケモンパンだね。昔食べてた食感を今思い出しました。昔からこんな感じだった気がする。チョコ味めちゃくちゃうまいです。うん、とてもシンプルなチョコ蒸しパンでした。ポケモンパンといえど全部完食してたらちょっと最後の方食えなくなっちゃうんで、ちょっとずつ食べていきたいと思います。シール開封、何が出るかな。せーの、ポン。お、ソーブレイズ、ロックマンみたいなやつが出た。ちょっとやってないからわかんないんですよ。ただめちゃくちゃかっこいいね。ばあちゃん家の棚とかにめっちゃ貼ってたもんね。次ホゲータいきます。すっげーイチゴの香り。ではいただきます。うまい。いちご牛乳みたいな味がする。うん、食感は全く一緒ですね。ホゲホゲしそうです。ではシールを見ます。せーの、はい。また知らん。タギングル、タギングルっていうお猿さんみたいのが出ました。僕の知ってるポケモン出ないかな。ピカチュウとか出ると思うんだけどね。ピカチュウ3枚ぐらい欲しいな。クワッス、いきます。いただきます。これぞ蒸しパンって感じ。バニラって書いてあるけど、なんか卵蒸しパンっぽい感じがするね。うん、これが一番好き。さあ、シールは何かな。せーの、はい。タギング、タギングルかぶった。3個目でかぶる、すごい引きだな。ポケモンシューブール、かわいい犬みたいなポケモンが乗ってます。中にクリームが入ってるね。で、ちょっとね、メロンパンっぽい雰囲気があります。いただきます。クリームパンだね。シンプルなクリームパンって感じ。この上の部分はほんのり甘い。うん、ではポケモンシール見ましょう。タギングルだけはやめてくれ。せーの、はい。お、かわいい。ピカチュウ&パピモッチ。パピモッチって言うんだ、このワンちゃん。ピカチュウかわいい。やった、ピカチュウゲット。続いてパンケーキいきましょう。ピカチュウのパンケーキ、ピカチュウのパンケーキ、チョコクリーム&ホイップ、ポケモンチョコサンド、チョコクランチ入り、チョコクリーム入り。どちらもピカチュウの刻印がしてあります。ピカチュウパッケージからいただきます。ごめん、ピカチュウインサートのためや。いただきます。美味しそう。うん、うまっ。ちょうど小学生ぐらいが好きな味してるわ。でも俺も好き。ではポケモンシール見ましょう。せーの、はい。ソウルブレイズ、ソウルじゃない、ソウブレイズ。一緒。5枚中ダブリ2。この調子だと似たようなのしか出ない可能性がある。ニャオハいる方で当てよう。いただきます。ポケモンマスターになりました。うまいね。さっきのは小学生が好きな味なんだけど、これは僕が好きな味。チョコクランチがいいね。うん、サクサクいってる。絶対にダブリは許されない。ポケモンシール見るぜ。せーの、はい。お、
グレン・アルマ、おそらくソーブレイズのライバルなのかな。さっきのソーブレイズはおそらくバイオレット、スカーレットのこの枠ですね。パワーありそうでかっこいいな。まだまだ残ってるからね。続いてポケモン桃ヨーグルトクリームロール、可愛らしいポケモンがいっぱい載ってます。すんげえ桃の香り、こんな桃の香りのするパン初めて食べるかもしれない。ではいただきます。桃だな、春らしい味がする。うん、名前見た時に思ってたけどちょっと変わってる味だね。ではシール見ましょう。せーの、はい、うおー、グレンアルマ&ソウルブレイズ、このパターン来るん。なるほどね、どっちも出たからね、一緒に出ちゃおうって感じね。こう見るとさ、なんか相棒っていうか友達って感じするけどね。ちょっとずつなのにね、お腹いっぱいになってきてる。続いてピカチュウのパウンドケーキバター味、ピカチュウの形をしていました。半分に切ったんですけどちょっとショッキングですね。ではいただきます。ピッカ、うまー、この瞬間俺は10万ボルトを覚えた。今まで食べた中で一番うまい。味的にも子供より大人人気のが高いかもしれない。うん、シールの袋の色が違う。ではピカチュウは出るのでしょうか。せーの、ピカ、お、ピカチュウなんだけど、びっくり。でもまた寝てる。なんかラメ入ってるような感じのキラキラしたシールです。なんかレアっぽいよね。続いてポケモンミルククリームパン、さっきのクリームパンかと思ったけど普通のクリームパンがあるんだね。いただきます。うん、まっ。うわ、このクリームうまー。多分ポケモンたちポケモンセンターで回復するときこれ食べてるわ。うん、今まで食べたパンの中でも一番しっとりしてるかもしれない。うん、ではポケモンシールを見ましょう。せーの、はい、ホゲータ可愛いですね。やる気十分のホゲータが出ました。可愛いな。そんなわけで炎タイプといえばリザードンのチョコクリームデニッシュ、リザードンですよ。ピカチュウぐらい人気ですからね、リザードンは。この網目状が炎をイメージしてんのかな、わかんないけどそんな気がする。いただきます。これは人影がリザード飛び越してリザードになっちゃうぐらい美味しい。不思議な飴と一緒です。うまっ。うん、ほんのり香ばしくてチョコとこのパイ生地っていうのかな、デニッシュだから相性がバッチリ。リザードンがいるならリザードンが欲しい。せーの、はい、グレンアルマ。グレンアルマもソーブレイズも2体ずつ出てしまった。リザードンいるなら来てくれ。こちらポケモンボールドーナッツチョコ4個入り、これは1個いただきましょう。ソーブレイズグレンアルマ、うまい。あ、ソーブレイズの真似ね。すんごい口の水分持ってかれるけどチョコの旨味が詰まってます。蒸しパンでも感じたけどこれもポケモンパンって感じだね。シール見ましょう。リザードン来ていいんだよ。ここでソーブレイズ&グレンアルマとか全然来なくていいから。いきます、せーの、はい、え、待って待って、ソーブレイズ&グレンアルマ、なんだっけ、ソーブレイズ&グレンアルマなんだけど、え、本当に最初にマジでカンニングしてないからね。そんなわざとらしいふりをするために先に見て、あ、なんだ、ソーブレイズ&グレンアルマ出んだっつって、じゃあこれから見ますなんてやってない。本当にやってない。ねえ、マジか。だって計3体ずつだよ。びっくりだよ。この残ってる2袋は確か昔と一緒なら、ポケモンシードは2枚。2枚入ってます。じゃあ行きましょう。ポケモンクリームクロワッサン5個入り。ポケモンデコキャラシールは2枚。この感じ懐かしい。あ、そうそう、この形ね、変わってね。ちょっと先に言っちゃうけど、こっちも懐かしいんですよ。久々のこちらのクリームクロワッサン、いただきます。うわー、懐かしい。うわ、ポケモンパンだよ、これは。これぞだよ。パンとしてめちゃくちゃうまいんだよね。うん、では2枚開けました。いきましょう、せーの、リザロン、ディグダ、ディグダいるの、何の前触れもなくディグダいるの、めっちゃおもろいやん。いきます、せーの、はい、お、パピモッチ来たー。かわいいですね、ドーナツみたいなワンちゃん。
これも進化させたくない。どんなのになるか知らないけど、進化させずずっと手持ちに持っていきたいタイプのポケモンだね。さあ、わざわざ最後に残しておきました、こちらポケモンチョコクロワッサン5個入り、ポケモンデコキャラシールは2枚入り。ポケモンパンと言ったらこれでしょう。さっきのクリームクロワッサンもうまかったけど、これですよ。これがね、ザ・ポケモンパンなの。僕のポケモンパンはこれで始まり、これで終わってると言ってもいいぐらい、これなんですよ。この香り。では、チョコクロワッサンいただきます。久しぶり。よみがえるわ。ばあちゃんと買い物行った帰りに家に帰ってきて、真っ先にポケモンパン開けてた時が懐かしい。うわ、エモ。ではこれで最後のシールになります。やっぱりリザードンは欲しいね。っていうかミライロンとコライロンはいないの？そこ来てもいいね。これ来たらすごくない？いけます、せーの、はい。パモ、ピカチュウみたいの出たんだけど、ダイパでいうところのパチリスみたいな感じかな。さあ、リザードンかミライロンかコライロン、頼む。せーの、はい、ディグだ。というわけで今回僕が当てたシールはこちら。まあ確かに昔からさ、ディアルガとかパルキアとかの時代だったけど、かっこよくていかつい系のポケモンって当たりづらいイメージあったね。僕みたいにしばらくポケモンパン食べてないよって人、昔食べてて好きだったなーって思い出した人、絶対買った方がいい。マジで重い。それにこのポケモンシール久々に開封してみてください。ということで今回は久々にポケモンパンを大量買いして片っ端から食べてみました。またそのうちポケモンパン気になったあたりでレビュー&開封やっていきたいと思います。しょうちゃんベースのチャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントもたくさんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again。本日もご視聴ありがとうございました。ということでポケモンパンいかがだったでしょうか。マジで1個でもいいんで近々買ってみてください。懐かしさ満点の企画でした。しょうちゃんミュージアムたくさん募集しております。ぜひご参加ください。それではまた見に来てください。バイバイ。